どれだけ調子が悪かったりこう体調が悪かったとしてもバーレッスンでこうその日のモチベーションだったりコンディションが決まるっていう感じがするんですね。私にはそれほど大事なことなのでバーレッスンは。でやっぱそこでなんだろう、自分の感情だったりこの気持ちを整えるためにも上半身をもっと大きく使ってポールドブラを使ってでレッスンするっていうことをこう心がけていて、でやっぱり足先は全てこう上半身の動かし方や使い方によってこう変わっていくものだと思ってるので、はい、特に上半身を気をつけてます。